どうも皆さん、こんにちは。北山カンフージェネレーションです。今日の動画はですね、Apple Vinegar 2021大賞ってどんな作品という動画でございます。Apple Vinegar はね、マジカン好きの方なら、あれね、とわかると思うんですけども、そもそもね、Apple Vinegar って何ですかという方いらっしゃると思いますので、ちょっと説明していこうと思います。Apple Vinegar というのはですね、正式には Apple Vinegar Music Award というものでですね、マジカのゴッチがね、2018年から、やっている作品賞のことなんですよね。この作品賞はですね、デビューアルバムに限らず、その人のキャリアの、最初の頃、初期の頃に発表した作品が対象になってるんですね。そして、今年の審査員はですね、マジカンのゴッチと、元ビークルの日高徹さんとか、元チャットモンチの福岡明子さんとか、三原祐希さんとか、リカックスさん、この5名が、審査員となって、2020年に発表された、作品で、キャリアの浅いミュージシャンの作品の中から大賞を決めようというような、作品賞なんですね。そしてそんなアップルビネガーミュージックアワード2021で大賞に選ばれたのが、ビンさんのボストンバッグ、そしてラブリーサマーちゃんのザ・サード・サマー・オブ・ラブだったんですね。僕ね、この2作品聞いたことなかったので、この機会にね、iTunes ストアで買いまして、何回か聞いた上でね、ちょっと僕の感想なんかも交えつつ、伝えていこうかなと思います。まずは、ビンさんのボストンバッグなんですけれども、このビンさんね、28歳らしくてですね、他にもザ・おとき話ズとか、クリエイティブドラッグストアというね、グループのメンバーらしいんですね。おとぎ話というバンドとはね、別物だと思うんですけども、レベルが、サミットというところでですね、そのレベルには最近スカートさんとコラボしたね、ワンピーさんもいらっしゃるということでですね、ゴリゴリなというかね、もうザ・ヒップホップの人なんですね。そしてこのアルバム、ボストンバッグの中ではですね、何人かとね、フューチャリング、コラボをしてるわけなんですけども、中にはですね、ワンラブフューチャリングカズマということでですね、このカズマさんなんですけど、マジカのね、ラストシーンという曲をサンプリングした曲を作ったということで、ちょっと前に話題になりましたよね。そしてですね、東京モーションという曲ではですね、セロの高木さんとね、コラボしてるので、ロック好きな方はね、比較的こう聞きやすい、曲になってるのかなと思います。正直ですね、時間好きの人にとってはね、こういう、ザ・ヒップホップなアルバムっていうのはちょっと刺さりにくいのかなと思うんですけれども、私個人的にはね、夜散歩なんか行くときにね、聞きたい、こうちょっと落ち着いた雰囲気のというかね、非常に夜に合うね、アルバムだなと思いました。そしてもう一つの大賞がですね、ラブリーサマーちゃんのザ・サード・サマー・オブ・ラブなんですけれども、このラブリーサマーちゃん、通称ラブサマーちゃんはですね、25歳なんですね。そしてですね、キャッチコピーがありまして、それがですね、可愛くかっこいいピチピチロックギャルということですね。こういう一見するとね、ちょいダサな感じもするんですけども、一周回ってかっこいいみたいな、ちょっとそういうセンスをね、感じますね。あとこのラブサマちゃんなんですけども、フォートレシーハイドというね、バンドのボーカルやってた時期もあったらしいんですね。そんなわけなんですけども、僕ね、以前LSC という、この1個前のアルバムだったかな、それをちょっと聞いたことがあったんですけども、正直その時はね、ピンとこなかったんですよ。ただこのアルバムはね、すごくね、刺さったんですね。それはなぜかと言いますと、非常にこう90年代っぽいというかね、例えばオアシスとか、スーパーカーとか、中村和義とか、本当にこうあの時代の、90年代っぽいギターロックのいいところをギュッと集めてね、こう今風に昇華したようなね、アルバムなんですよ。なのでその辺のバンドね、オアシスとか、スーパーカー、特に初期の方とか、中村和義さんとか、あの辺好きだよという方はね、ぜひぜひ聴いてみてください。非常に刺さるアルバムになっております。ラブサマちゃんはね、ちょっとこういう何々っぽいって言われるのね、多分嫌だと思うんですけども、個人的にはね、中でも心ない人という曲があってですね、それは非常にこう初期スーパーカーとかオアシスを感じるね、曲なので、その辺をぜひ聴いていただきたいですね。そしてですね、このアルバム実は一番最後に隠しトラックがありましてですね、バンプのね、隠しトラック的な感じで、しばらく聴いてると曲が始まってくるというね、形式なんですけども、その隠しトラックのね、分別を話題という曲があって、
これがなんともね、アイドルソングなんですけど、地下アイドルっぽいなぁと僕は思っちゃうんですよ。わざとそういうね、こう安っぽいというか、まあ、ちょっとチープなアイドルソングをね、あえて作ってる感じがね、非常にこうセンスいいなぁと思いましたね。まあ、なので、アジカン好きの方にとっては、さっきのビンさんよりも、まあ、ラブサマちゃんの方がね、まあ、聞きやすいのかなと思います。まあ、この作品はですね、先ほどのビンスさんとは対照的にね、朝出かける時に聞きたい作品だなと私はね思いました。はい、というわけで、アップルビネガー2021対象作品ってどんな作品ということで、ビンさんのボストンバッグとラブリーサマーちゃんのザ・サード・サマー・オブ・ラブを私のね、感想を交えながらご紹介させていただきました。まあ、本当はですね、ノミネート作品をね、まあ、全部聞いた上で対象を何か予想するみたいなこともできたらよかったんですけれども、まあ、ちょっとそれはね、次回以降、来年以降やっていきたいなと密かに思っております。まあ、皆様もですね、この2作品の感想とかね、こういう人におすすめだよ的な、コメントをぜひぜひしていただければと思います。逆にね、この動画を機にこの2作品知りましたという方は、概要欄に Spotify のリンク貼っておきますので、そちらから飛んでいただいてね、実際聞いていただければと思います。はい、というわけで以上が Apple Vinegar 2021大賞ってどんな作品でございました。北山カンフージェネレーションでした。ではまた。